チャオ、あっちゃんです。今日は12月の19日土曜日、あっちゃん家の晩ご飯は天ぷら作ります。かき揚げと、鶏天にしようかな。はい、ということで、作っていきましょう。かき揚げをね、何作ろうかな。人参、ごぼう、アンデスレッド、さつまいもね。では作っていきましょう。冷たい。まずアンデスレッド。よいしょ。どうぞね。アンデスレッドに目を取ります。アンデスレッドにじゃがいもに細切り。ちょっと人参入れて、もう味噌汁入れます。よいしょ。大根切ってみようか。よいしょ。で、ここにね、ごぼうをね、ささがいていきましょう。いい香りですね。ウダキンゴボウはね、香り高いしね、美味しいよね。ぜひぜひ、ウダに来たらウダキンゴボウ買ってください。別にあっちゃんにメリットはないけども美味しいんでね、みんなに喜んでもらえると思うんで買ってみてくださいね。ちょっと細いのよ。ささがきが苦手。うまいことね、ささがきもできなくてね、嫌いだね、これがね。芋もたっぷりの土壌で育ったね、ウダキンゴボウ。黄色のね、芋がたっぷりついてるんで、またね、美味しいごぼうを育てる土壌やねんね。細いのやりにくいな。よいしょ。
これでね、ある程度のね、野菜ができたらね、これでかき揚げ作っていきましょう。ザザザーと混ぜてね。600g ぐらいかな、619g ぐらい。よいしょ、これは皮を取っておきます。鶏胸を切っておきます。で、鶏胸をね、これぐらい切って、ここついた、2つに切ってね、ちっちゃいの、何でよ、これに鶏胸さんをね、まあ、食べやすい大きさに添えて切っていきます。よいしょ、ちょっと目が違うな、こうやな、こうやかな、こうやな、これはどうしよっかな、これぐらいに切るか、こっちに置いておきましょう。ここに塩ね、600g だから小さじ1ぐらいでいいか。ちょっと下味をつけます。天ぷら粉ね、50g で、50g で 70cc ぐらい。
なもんかな。大体ね。では揚げていきましょう。天ぷらはね、揚げ油がすぐ汚れるからね。こう出ていいんだね。なんかではね、揚げていきましょうか。火を入れます。火を軽く入れる。全然違うで、ね、まずね、鶏皮を入れていきます。天ぷらめんどくさいのがね、この天かすを毎回すくっていかわんとさ、焦げてね、油が汚くなっていくのよ。これがめんどくさくてね、やっぱり天ぷらがあんま好きじゃないのね、揚げるのね。よいしょ。ではね、鶏天を揚げていきます。ではね、かき揚げ作っていきましょう。こんな感じでね、これを玉ねぎのように混ぜて、これをね、こう入れましょうか。んで、あんまりね、ジャブジャブしててもね、ある程度こう絡んでいけば、こんな感じでよろしい。こっちやろ。よいしょ。よっしゃー。さあ、揚げていきましょう。
こんな感じでね、タタタタと入れていきます。はい、裏返して。いい感じ。クーラーが減ったのか。今いかに上がってそうなんで入ってます。完成。ではね、ちょっと待ってね。よいしょ。半分の100円にちょっと補填してね、120円ピンをちょっとつけようかなと思って。これをまずね、塩をよく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 揉みます。キュウリを揉んどきます。この手でかき混ぜます。そんならね、ぬか床にも塩がたっぷり入るでしょう。今日これ出そうか。よいしょ。で、ナスピもいこうか。油の葉っぱいこう。油の葉っぱね、大根系食べたいな。大根系、上院大根の皮いこうか。あとね、ナスビでね、色が変な色になっちゃったけどね。ぬか床ね。ちょっとぬか足らんのかな。ぬか足すかな。ぬか足そうかな。またね、明日でもぬか足しましょう。ちょっとぬか減っちゃったよね。減ったのかなんかよくわからへんけどね。ちょっとそこ入れすぎなんかもわからんけどね。入れすぎてんのかもわからんな。まあでも、また入れすぎるかもかなしね。ナスビで色もおかしくなったんで、なんか足しましょう。はい。よいしょ、よいしょ。ぬか床ってね、茶色いもんやけど、黒っぽい。でもナスビって色変わってへんって不思議ですよね、これね。はい。塩のおかげ。塩に鉄分が多いからです。ぬか床めちゃくちゃ美味しい。こうやってね、洗い流す時もあるから、なんか減ったら減ったんだけどね。出したくても荷物浮かれて、あとで巡りするから、先ほどぬか足すっていうのよ。ここにぬかじゃないと、カビ入るとか言われてるけど、全然大丈夫です。あっちゃん、今までいいぬかなんか入れたことないけど。危なっ。またやるとこや。
消防員の顔ね。ナスビキュウリ、これ絶対古いから美味しい、美味しいけどあのお茶漬け食べたくなる。うわっ強烈に、千枚いくよ。